君。はい、田島君。立憲民主党無所属の田島かなめでございます。よろしくお願いいたします。まず私からも質問に入ります前に、ウクライナに対するロシアの侵略、戦争を一日も早くやめること、最大限強い言葉で抗議をしたいと思います。テレビを見て本当に悲しいです。お母さんや子どもたち、本当に多くの方が命を落としておられます。21世紀にこんなことが起きるなんてという言葉が本当に、刺さります。ぜひみんなで声を上げていきましょう。亡くなられた方にご冥福をお祈り申し上げ、すべての被害に遭われている方々にお見舞いを申し上げたいと思います。内憂外患、国内のオミクロン、世界のオミクロンもまだ、こういう状況でございますので、与野党を超えて力を合わせていきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。大臣の所信を聞かせていただきました。これ大臣自分で書いてるんですか。山口大臣、私の言葉が相当入ってます。はい、田島君。伝わってきましたよ。はい、だから私もポジティブなヤジも飛ばしていただきましたけどね。最初のページだけ見てもですね、環境省はという主語が3つもございまして、相当気合い入って結構なことでございます。ね、大臣の座右の銘も調べさせていただきましてね、道なきところに道を開き、不可能を可能にする、ぜひそういう気持ちで頑張っていただきたいというふうにお願いをいたします。それでですね、ちょっと各論から今日は入らせていただきますが、これ本当に頭の痛い話で、先だって予算委員会でも取り上げさせていただいて、質問の後自民党の先生方からも激励いただきましたけどね、とんでもないメガソーラー、どうも環境省もどこもかしくも腰が引けてるような感じがしてならないし、現場に丸投げをしているんじゃないかという感じがいまだにいたします。そこでね、大臣所信の中で地域に貢献する再エネとおっしゃいました。わざわざ地域に貢献する再エネというからにはね、地域に貢献していない再エネもあるはずです。どういうものがそういうものになりますかね。どういうお考えですか。はい、山口大臣。今予算の方でも地域脱炭素に関する再エネ推進交付金200億円と、要するに気持ちとしてその脱炭素と地域の町おこしとの両立を図る、そういう再エネを想定しています。でそういう意味では、このいろいろと地元でもって、いや、この場所でメガソーラーつらいなというような事例も聞き及びます。私自身も身の回りで、いや、この山削られてはちょっとつらいなと、じゃあ、それをどういうふうに対応できるのか、そういう意味では、今の法律の枠組みの中でいろいろとみんな工夫しているわけですけれども、やはり地域との その合意形成を丁寧にやっていただくというところが、一つの大きなポイントだと思います。先般、この埼玉県のあるプロジェクトについて、私自身は抜本的な計画の見直しという意見を出させていただいたわけですけれども、そこにおいても地域との その合意形成が不十分に見えたものですから、それからまた盛土についても不必要なものも非常に計画の中であったものですから、させていただきました。そういうものもあるというふうに承知しています。田島君。もう誰が考えても当たり前のことでですね、地域に反発を呼ぶようなメガソーラーは作らせるべきではないと、そういうことは自明だと思います。ドイツでは、例えばこういう地域の紛争はほとんど起きてないという報告も聞いてるんですね。これは世界中共通ではないかもしれない。日本にいろいろやはり問題があるからこういうことになってしまっているのではないか。私はそういう思いが強くあります。そこでお尋ねしますけれども、全国でトラブルとなっている太陽光発電、現在の環境影響評価法の対象になっているケースというのは、どのぐらいの割合がありますか。報道ベースでも結構です。中川政務官。お答えいたします。太陽光発電所について、環境影響評価法の対象事業への追加を検討した際のデータになりますが、太陽光発電にかかる問題事例を平成28年1月から、平成30年7月にかけて調査いたしましたところ、69件の事例があり、うち敷地面積が判明したものは52件でございました。このうち、環境影響評価法の代主事業に相当する、
面積100ヘクタール以上のものは13件であり、割合としては約 25% でございます。以上でございます。田島君。お配りした資料の位置をご覧いただきたいと思います。右側の円グラフでございますが、今おっしゃった通りですね、アセスに太陽光を入れましたと、おっしゃるんですけども、25% しか対応できてないんですよね。だから 75% に関してはいまだにトラブル続くんですよ。 25% に関してだってね、もう先に動き出しちゃってる。私の地元の鴨川の方でもね、ものすごいでかいのがあるんですよ。その4万どころじゃないですよ、もっとでかい。それだって止められないんです、遅いからアクションが。だけど残りの 75% はいまだに、マニュアルができたとは言ってもね、強制力が働いていないと、そういう状況では本当にダメだと思います。それから今そういう マスコミベースの報道ありましたけど、ぜひ提案ですけどね、これ一度政府でね、全国しかなんかで打った方がいいと思いますよ。それぞれの自治体苦しんでいて、だって条例作ったって間に合わないケースたくさんあるんですよ。静岡県の伊東市だってそうだったしね。だから一度国が本気になって全国のこういうケースはやめさせるんだということをね、訴えて私はいただきたいと思いますよ。それぞれの自治体の予算を節約する意味でもね、全国ベースのそうした訴えかけを、新聞でも何でも結構ですけども、ぜひ考えていただきたいというふうに思います。大臣いかがですか。山口大臣。ぜひ田島議員のおっしゃられる提案、実行させていただきたいと思います。これまでも環境省では自治体や業界団体に対してアンケートをしたことはあります。情報収集や意見交換を緊密に行って地域の再エネの実情の把握に取り組んだことはあるわけですけれども、今おっしゃっていただいたような形で今のタイミングでやるということも非常に大事だと思います。先般のこの私自身のこのアセスメントについて、計画の抜本的見直し、これもあるかなりの私はメッセージになったと思いますけれども、この際またアンケートも考えさせていただいて、やはりそういう意味ではこれからのこのメガソーラーのプロジェクトっていうのはやりたい放題ではないぞというところを発信させていただきたいと思います。田島君。ぜひお願いします。前向きに今いただいたんでね、すぐ実行していただきたいと思います。これはですね、マスコミベースでしか情報が入られないのはよくないですよ、政府に。だから自治体、おそらく目の前にとんでもない工事が突然始まったっていう住民の皆さん戸惑っちゃって、どこに行ったらいいかよく分かんないけど、自治体には電話するんでしょうね。しかし自治体で分かってても、これが全国ベースでしっかり把握、同じリアルタイムで把握できるように、ぜひ環境省もっとですね、現場で困っている方々に寄り添ってるんだという姿勢を、そういう施策で打ち出していただきたいと思います。しかしそれは同時に、再エネを悪者にしないという意味でも大事なんですよ。主力電源にしていくんだから。だからそのことをしっかり強調していただきたいというふうに思っております。答弁は結構でございますけれども、これね、もう一点は、先ほどの笹川先生のご指摘もありましたけれども、これから風力発電増えますから、だからメガソーラーはピークを打ってるかもしれないけど、風力発電もトラブル増えますよ、もうすでに来てますからね、たくさん。だからそういうことを考えても、今からでも遅くない。だからメガソーラーのトラブルケースだけではなくて、風力発電も同じように、含めた、そうした住民への訴えかけをね、ぜひやっていただきたいと思います。それでは次の質問でございますけれども、これ、アセスの話をいろいろしておりましてね、強制力をもっと持った環境アセス、前回予算委員会で福島先生もやられておりましたけれども、マニュアルというものには強制力がない、そういうのは無理なんですか。つまり完全に強制力、やめさせる強制力を規模の大小にかかわらず持っているアセスという法律はできないのかどうか。話を役所から聞いてるとですね、大規模なものを前提とした環境アセス法がスタートしてるから、やはり一定の規模以上にしなきゃいけないみたいな、なんていうか、柔軟でない発想をされてるような印象なんですけれども、そもそもアセスだけでは無理なのかなっていう感じもしてるんですが、そこはどう考えてますか。山口大臣。いろんな事例があるっていうことの把握については、今年の4月にはこの各地方環境事務所において地域脱炭素創生室を設置する予定です。
まあ、そういう意味ではトラブル事例についても積極的にこの情報収集を図って、まあ、先ほどおっしゃっていただいた風力発電についてもいろんなケースが出てくると思いますから、そこは充実させていきたいと思います。そしてまたこの環境影響評価法に限界があるんじゃないかという今のご指摘ですけれども、このそういう意味ではこの環境影響評価法はアセスメント結果を事業の許可等の審査に反映させて環境配慮の実効性を確保するものだと。太陽光発電事業についてはこの電気事業法の特例に基づいて経産大臣が審査を行ってアセスメント結果の変更命令あるいはアセスメント結果に従っていない工事計画については変更廃止命令を出すことができる仕組みではあります。で、他方今おっしゃっていただいたようにこの面積100ヘクタール以上を第1種あるいは75ヘクタールを第2種事業ということで、まあ、これは他の事業との公平性の観点を踏まえて法によってその土地区画整理事業などとのこの比較でもってまあそういうふうにしたわけですけれども、まあ、そういう意味ではこのそれよりさらにこの小さいものについては地方自治体が条例でもって対象されていると。だけどこれもやっぱりこの限界があるわけですね。そしてまた法や条例の対象とならない小規模な事業についても、まあ、環境省的にはもちろんガイドラインを作っているわけですけれども、おっしゃった点はあろうかと思います。ただまあこれからどういうふうにこのバランスを図っていくか、適正な環境配慮あるいは地域の合意形成の確保あるいはこの再エネ導入の必要性、まあ、そういうことのバランスを図るということがあると思います。まあ、経産大臣ともいろいろとまた連携を取りながら制度的対応の必要性については検討を深めていきたいと思います。田島君。まあ、予算委員会でもうすでに検討ということをおっしゃってるんでね、そろそろ結論出してください。他の事業とのバランスとおっしゃったって違う事業なんですよ、これは。同じようにしなきゃいけないって考えるところが私よく分かんないんですよ、うん。まあ、これは福島先生も強調されてたけどね、メガソーラーはメガソーラーなんだから、うん、工場を建ててそこで人が働いてっていう話とは全然違うわけですよね。対応が違うんだからそれを同じ基準でやろうとする方が私は無理なような気がするんですよね。まあ、非常にアセスに関しては限界を感じますが、まあ、いつまでも検討せずにですね、まあ、しっかりと全国の国民が安心する法制度、新しい法制度、今ある法制度に加えたからこういう窮屈なことになってるんで、新しいメガソーラー用の陸上風力用の法律の立法を考えてください。それをお願いしたいと思います。ただ私はアセスだけでは足りないかなというふうに思っておりまして、まあ、次の質問でございますけれども、まあ、これ先立っての温帯法でですね、促進区域っていうのを作りましたね。これはまあ作るときから私はちょっとこう違和感があったんですが、まあ促進区域ということは促進区域じゃないところでも作れちゃうっていうことでいいですか。委員長。大岡副大臣。はい、田島にお答えします。促進地域ということは促進地域ではない地域におきましてもその他の法令の要件を満たせば作れるということでございます。田島君。まあ、結局ですね、私は環境省が促進区域を作ったことは悪いことではもちろんないと思いますが、しかし、冒頭に申し上げましたですね、地域に貢献する再エネではないものを排除する力はその促進区域にはないということを今副大臣はお認めになられたわけであります。まあ、これ先ほど引用いたしましたドイツの事例なども、まあ、トラブルがほとんどないという、まあ、一考察でありますが、大学の研究者がそうしたことを研究されているという報告も私も文書を読んだわけでございますけれども、まあ、その背景にはですね、ドイツは基本全国土が勝手にいろいろ造作物を作っちゃいけないというのは前提なんですよ。まず全面的にネガティブゾーンなんですね。で、その中に認めなところは OK というポジティブゾーンを作っていくという、そういう手順を踏んでるということで、まあ、これはゾーニングという考え方自体、もともと日本にはなくって、まあ、私もこのエネルギーの分野を研究する中で、まあ、7、8年前ぐらいですかね、5年ぐらい前ですかね、ドイツ方式のゾーニングっていうのが将来日本も必要じゃないかなと思ってました。だから法案の中に入ったのは良かったんですが、非常に中途半端な私は印象を持っておるんですね。そしてその、まあ、京都大学だったかのその論考を読みましてね、やはりドイツはそういうことだったんだということを改めて、まあ、ドイツだけは正しいわけじゃもちろんありませんが、今これだけ日本の国民が苦しんでいるものに対してネガティブリスト、ネガティブゾーンですね、ネガティブゾーン、ポジティブではなくてネガティブのリスト、ネガティブゾーンということでですね、アプローチしていく、そういう
制度設計は考えられなかったんでしょうか。委員長。大岡副大臣。はい、田島委員ご指摘の通りですね、まあ、現在の考え方ではそのような考え方にはなっておりません。まあ、残念ながら、まあ、そこが、まあ、現在の温帯法の限界でございまして、まあ、今後そのネガティブゾーン、まあ、まず全域ネガティブゾーン化してですね、まあ、ポジティブゾーンを指定していくという考え方は当然考え方としてはあり得ることでございますので、まあ、今後この国会の議論も含めてご議論いただければありがたいと思います。田島君。温帯法のね、改正をなさったときにポジティブゾーンという言葉が出てきましたけど、ネガティブゾーンという考え方は議論に訴状に載ったんですか。委員長。大岡副大臣。はい、残念ながら私当時はですね、副大臣の職ではございませんでしたので正確な答弁ができないんですが、少なくとも現行の温帯法ではそのような立て付けになっておりません。だから田島君。ない。以上。比較考慮してネガティブゾーンという手法をやめようという議論が行われたのかという質問なんですけど。地球環境局長。お答え申し上げます。制度設計、まあ、国会審議の前に有識者会議における議論も行っております。でここでも先生ご指摘ございましたゾーニングについての議論というのはございましたけれども、ただ、まあ、現状の温帯法ということを前提にして考えますと、その土地利用を規制するというアプローチではなくてですね、再エネを促進するというアプローチ、今制度上ですね、そちらの方が適当であろうということで、必ずしもネガティブゾーニングを進めるべきという議論にはなりませんでした。また国会の審議におきましても、禁止区域を設定すべきというご指摘もですね、確かにはいただいております。ただこの温帯法の制度の趣旨というのを促進するという趣旨をご説明した上で、いかに市町村の促進区域の設定にあたり環境保全を適切に図っていくかという観点から、まあ、議論が行われております。でネガティブの方につきましては、そういうことで、まあ、温帯法ではですね、対処が難しいというご説明申し上げましたけれども、例えば、まあ、再森林法などの法律あるいは条例による土地利用規制、さらにはまあこうした関連法令をフィットの認定基準とするなどの事業規律強化という、まあ、アプローチも別途取られておりますので、まあ、そういうものとの合わせ技でですね、その地域に貢献する再エネを促進し、そうでないものは抑制するということだと思います。田島君。はい、合わせ技をしてですね、合わせ技をして全部帯に短し、たすきに流しなんですよ。だから今みたいな状況が延々続いている。もう長年やってますよ、本当に。本当に申し訳ないという気持ちがあります。今、温帯法の趣旨からして、ネガティブゾーンはそぐわないってどういうことなんですかね。いやいや、だから何、推進する法律だから、ブレーキかける内容は入れないっていう意味でしょ、多分ね。だけど、だから最初に確認したんですよ。わざわざ大臣ね、ご自分ペン入れた所信で、地域に貢献する再エネって言ってるじゃないですか。再エネっていうのは全部地域に貢献するわけじゃないんですよ。地域に貢献する再エネを広げるっていう、おっしゃる通り、おそらくその願意はね、まずいのもあるっていうことでしょ。みんな自然の中に作っていくことが多いんですから。だからその部分に関して、悪いものは悪いって止まるようにすることが、まさに温帯法のね、推進する趣旨じゃないですか。そこもっと色分けきっちりしてほしいと、私は思いますよ。まあ、理論上、ゾーニングができない、なんか根拠がなんか憲法違反になるとかね、なんかそういうこともあるのか分かりませんけども、ドイツはやれてんだから、トラブルほとんどないって言ってんだから、日本はなんでこれだけトラブル続いてるのに止まらないんですか。もう一度ちょっとゾーニングに関してね、まあ、今回も法案改正あるような話も聞いてますけども、いかがですか、大臣、今の話聞いて、ちょっとなんかこう、役所のね、温帯法の趣旨からして、ネガティブは検討せず、ポジティブでいきましたって、なんか説得されませんよ、私は。どうですか。山口大臣。今田島議員の議論から私も学ばせていただいているわけですけれども、まあ、ドイツでは全体をまず
コントロールして、でその中で OK のところを選んでいくと、まあ、日本でも、まあ、最近土地に関しては外国資本がいろいろ入ってきて水を求めて入ってくるとか、まあ、そのこと、あるいは基地の近くの土地を購入してそのことに対して安全保障的にもいろいろと考えていくことがあるんじゃないかとか、まあ、我々もそういう意味ではこの土地を、まあ、ある意味で自由に買っていいと、あるいは自由に使っていいという議論から、まあ、卒業しようとしているんじゃないかとは思います。で他方これあのいわゆる所有権制度みたいな話も関わってくることでしょうから、まあ、そういう意味では私はある程度この今の議論の流れが正しいと思いますけれども、今あの局長の方からご答弁申し上げたような形、まあ、温帯法の趣旨っていうのはむしろその温帯法を超える部分が関わっているからということで私は受け止めさせてもらいましたけれども、やはりあの今あの田島議員のおっしゃっているようなこのドイツのやり方、相当全部に網をかけて、要するに今度禁止区域を今度定めるとなると、なんでここが禁止区域だという説明、どこなんでこの協会がここ入るんだという話もいろいろとあるんだと思います。まあ、そういう意味であの所有権に関わる話とは言いながらも、この今のご趣旨というのは私もよく理解するところですから、少しあの検討させてください。田島君。まあ、おっしゃる通りですね、あの長年の日本の国土をどう利用していくかというね、まあ、そうした大きな中の一つとしてこの問題が今顕在化しているんだろうというふうに思うんですが、まあ、私はあまり賢くなかったんじゃないかなというふうに、まあ、勝手な判断ですけども、土地利用というか都市計画というかね、まあ、ちょっと彼岸の差を感じるものです。まあ、ぜひしっかりとですね、トラブルが起きない法制度を考えていただきたい。もうそんでなんかなんていうか平地面積あたりのメガソーラーは世界一だとか最近そういう喧伝よく聞きますけどね、やれるとこまだいくらでもあるんですよ。 Google Earth のマップ見てくださいよ。ほとんどソーラーなんて貼られてないんだから、屋根の上なんて誰にも迷惑かかんないですよ基本的に。それからこの間 JR がなんかね、電車の線路の横にやったら原発1基分以上作れるとかって新聞記事ありましたけど、高速道路はどうなってんですかとかね、やれるとこたくさんありますよ。さっきのペロブスカイトが出てきたら、もうデンマークなんか縦の壁にソーラー張ってんですから、やれることたくさんあるんですよ。そういうことやらずしてね、なんか山の危機ってだって子供でも、この間どなたか大臣おっしゃってましたよね、小学生でも分かる、自然破壊しながら何が自然ソーラーだと、ふざけんなと、当たり前の話ですよ。そういうことやめるようにしましょう。そこをしっかりやらないと最大限 の拡大はできないと私は改めてお願いしたいというふうに思います。それではですね、ちょっと飛ばしまして、先に後半のカーボンニュートラル、環境省の役割、当然したいと思うんですけどね、1.5 度以内になんとかっていう話がよくありますね、それから、まあ、政府は去年の話で2050年カーボンニュートラル、大臣、この2つはどういう関係にあるというふうに認識されてますか。大臣。山口大臣。まあ、当初2度までということになってたのが、まあ、1.5 度努力目標、まあ、今回グラスゴーでもって 1.5 度というものが合意されたわけですよね。まあ、それが、まあ、どういうふうにその実現できるか、途中経過いろいろあろうと思います。で結論的にこの2050年カーボンニュートラルということであれば、それがこの両立すると、 1.5 度目標というのは2050年カーボンニュートラルを目指す中で実現できるというふうな関係だと思います。田島君。どっちがより大事な目標なんですか。山口大臣。まあ、1.5 度に抑えないといろいろともう逆戻りできない、不可逆的なその悪影響になるというようなことで、まあ、そっちが先でしょう。田島君。IPCC がこの間第二部会ですか、今さらに厳しい状況に置かれていると、より強い表現でね、発表なされました。それに対する大臣の談話っていうのがね、あるんです。こういうふうに言ってるんですね、山口大臣。気候上昇を 1.5 度 C に抑える、すなわち2050年カーボンニュートラルの達成が極めて重要であると。つまり 1.5 度に抑えることと、2050年カーボンニュートラルは同義だというように読めるんですけども、そういう認識されてますか。山口大臣。途中経過は2030年までに 46% 削減、あるいは 50% の高みを目指す、まあ、その延長上に2050年カーボンニュートラルと、まあ、このことによって 1.5 度以内に抑えられると、まあ、そういう仕組みだと思います。はい、田島君。資料の3をお付けしましたけれども、大臣ですね、まあ、あえて大臣に恐縮ですが、2050年にカーボンニュートラルを実現するだけでは、この赤色の部分がたくさん出ちゃうということですよね。
だから2050年のカーボンニュートラルはあくまで必要条件であって、 1.5 度に抑えるためにはもっと激しく頑張らなきゃいけないと、まさに大臣の所信にペンをいっぱい入れた通りですね、不退転の決意でやってもらわなかったらカーボンニュートラル2050じゃ全然足りないんですよ。こういう現実をまず私たちは認識しなければいけない。大臣のこの、談話はね、結構世の中であの人分かってないんじゃないかっていう評判もあるんですよ。ぜひ間違えないようにしてください。道義じゃありませんから。2050年カーボンニュートラルが必要条件であって、この10年本当に大事ですよ。まあ、例えば国土交通省から建築のね省エネ法出るか出ないか分からない状況になっている。私は環境省の役割というのは嫌われ者になって、もうあらゆるところに口出してこの危機感を共有して引っ張っていただきたいというふうに思うんですが、環境省の役割って何ですか。山口大臣。今の環境省というのは昔の環境庁と比べて非常に大きな役割になってきたと思います。水俣病から出発した環境庁、今地球温暖化まですべてカバーする、地球温暖化に関する国際会議はむしろもう外務省ではなくて環境省の方でマネージしているというところまで来ました。でこの 1.5 度目標、その道筋としていろいろあっても、先ほど田島議員がお示しになられた図というのは少しある意味で極端なことかもしれません。きれいにこの2030年までの 46% あるいは 50%、 そしてまたそれを2050年のカーボンニュートラルというところもいけばそれは 1.5 度になるということで、他方我々はその他の国の中で 50% あるいは 55% という国も出ている中でイノベーションを進めることによってさらにその目標できればもっともっとアンビション、その野心的なものにしたいということは思っています。この10月、去年の10月に決めたばかりの地球温暖化のこの計画の話ですから、すぐにその数字をいじくるということは私はなかなか難しいと思いますけれども、その実現できる 1.5 度が実現できるようにさらに努力を重ねたいと思います。田島君、ぜひお願いします。割と夢を追っかけるようなイノベーションの話は盛り上がりやすいんですよね。悪いことじゃないですよ、夢は大事ですよね。だからアンモニア混焼してね、石炭火力をまた蘇らせようとかいいんですけど、結構全くダメだっていうレポートがヨーロッパから来たりしてますね。今日は時間がありませんのでね、そういうのもそういうのでどこかで判断しなきゃいけないけど、前の小泉大臣もよくおっしゃってた、これからの10年というか8年というか勝負でしょ。目の前でできることをちゃんとやりきっているかどうかということを環境省がしっかり責任を持ってね、他の役所のケツ叩く、他の役所を激励することも含めてぜひやってほしいんですよ。言葉はちゃんと書いてますから、もうちゃんと言葉に責任を持ってくださいよ。大臣は不可能を可能にする男なんですから、お願いします。そこで一つの具体例をね今日は挙げたいと思います。国交省来てますけども、閣議決定されたエネルギー基本計画ではね、業務家庭部門における LED、 これ私予算委員会で言いました、もうどこだって入るような状況になっている LED ですよ。アンモニア混焼とはわけが違うんですよ。今すでにそこにある普通の商品 LED、 LED についてね、照明について2020年フローで 100%、 2030年ストックで 100%、 こういう記述がエネ基にはあるんですね。で他方でね、この令和3年10月22日閣議決定された地球温暖化対策計画には、LED の直轄国道に関してですね、2030年度で、30万基、全体の基数は61万基ですよ。これちょっと細かい話ですが具体例でやらせていただいてます。すなわちストックベースで達成率は 50% っていうふうに読めるわけでございますが、何を言いたいかということですけれども、政府の取り組みに関して自治体や民間の取り組みに比べてなぜこんなに目標数字が低いのかということを大臣ご答弁、大臣じゃない、国交省ご答弁ください。国土交通省佐々木道路局次長。お答えいたします。2050年カーボンニュートラルの実現を目指すことは政府全体で取り組むべき重要な政策であると認識しており、道路分野においても道路照明の LED 化等による道路インフラの省電力の推進等により積極的に貢献していく必要があると考えております。
季節照明の LED 化は光を発する光源部に接続する灯具等もすべて交換するなどの対応が必要であり、光源部の交換のみの場合に比べコストがかかるところでございます。このため季節照明の LED 化につきましては限られた予算の中で灯具等の更新のタイミングで計画的に進めており、これまでの実績も勘案して2030年度で約 50% の普及率にあたる約30万灯を目標としております。国土交通省といたしましては道路の低炭素化に向けてコスト縮減を図りながら引き続き着実に道路照明の LED 化を推進してまいります。はい、田島君。大臣、今のご答弁は国交省が自分たちのことだけ考えている証ですよね。まあ、周りと比較せずに自分たちは一生懸命やってると最善尽くしてると、まあ、そんなことを言ってるわけですけど、国が掲げてる今申し上げた通り、国は2030年ストックベースで 100%、 これ別に政府の中だけの話じゃないんですよ。ストックベースで 100% って言ったのに、国交省の肝心の国道のライトに関しては2030年ストックベースで5割ですよ、目標の半分。平成28年5月にね、政府実行計画っていうのは環境省が中心になって取りまとめて、政府自ら率先して、これ世耕大臣、当時私質問したときも言ってました、民間よりも先行して政府が率先するのは当たり前の話です。 LED 照明を導入する、そのため政府全体のストックでの導入割合、2020年度ですよ、 50% 以上とする。2020年度でストックで5割、30年は 100%、 国交省だけ30年に半分って、こういうことが許されるわけないと私は思うんですが、大臣、こういう認識ございました？おかしいじゃないですか、これは。山口大臣。政府実行計画と、それから地球温暖化対策計画の中でのいろんな数字があると思います。まあ、我々は環境省としては、その地球温暖化対策計画に基づく対策を毎年進捗管理していく中で、この LED の道路照明についても、一層積極的に取り組みを進むように、まあ、国交省と連携して検討してまいりたいと思います。はい、田島君。まあ、そういうほわっとした答弁じゃなくてですね、大臣、この資料の4、ご覧ください。これが国交省が対外的に発表している数字なんですけども、2030年で国道の LED 照明は30万基って書いてあるんですよ、この表のね、真ん中辺の下の方ですけど。で、これ、分母である全体、日本中の LED、日本中の国道のね、基数は61万基なんですよ。だから私が申し上げたいのはね、環境省が旗振るんでしょ、この問題は。2050年カーボンニュートラル、1.5 度 C 以内、環境省が他のどこの役所よりも先頭に立って、だったら他の役所が自分の役所のことしか考えずに、こういう変な目標を掲げて、お茶を濁そうとしてたら、それはおかしいんじゃないの、この目標はおかしいんじゃないの、政府はもっと前向きに、民間よりもさらに前向きにやるという計画があるんだからということを言わなきゃいけないんじゃないんですか、働きかけをしなきゃいけないんじゃないですか。こういう対外的にこういうバランスが書いた矛盾した数字が表に出る前に、環境省が介入して国土省とちゃんと話し合って目標数値を改めさせなきゃいけないんじゃないですかという質問なんですよ。どうぞ。委員長。山口大臣。田島議員の後押しもいただいて、さらに緊密に連携したいと思います。田島君。頑張ってください、本当に。いや、これ、定点観測をね、まあ、LED に関して3回目なんです、私ね。で、もともとは私の地元の千葉市で、一気に半年間で8割、千葉市の道路を全部 LED にしたんです。その時にリース方式をかませて、初期コストはゼロでやれたんですよ。毎年2億円以上、千葉市の財政を改善したんですよ。みんな喜んでる、ね、それを全国でやったらどうですかって提案したのが、もう今から7、8年前ですよね。国土交通省のその時のね、国道の LED 化率 16% だったんですよ。で、今3割ですから、何やってんですかっていう感じが本当にしますよ、うん、やれない理由を挙げないでください。だって民間含めてストック 100% って言ってんでしょ。なんで地元自分のとこだけできないの。
という話ですね。だから今日この問題取り上げたのは、大臣ね、これから大変な8年間があるけれども、一番目の前で商品化されてる LED だってこのざまなんですよ。うん、しかも足元の政府がこのざまなんですよ。頑張ってるいい自治体の例を全国に広げることを、環境省が温度を取ってやってほしいんです。そしたら一気に広がるから。例えば鳥取県の断熱のこと、予算委員会でやりました。ね、いい事例を水平展開する、横展開するってことも、私は環境省の大事な役目だと思います。ね、だからぜひそうしたことを旗振っていただいて、他の役所にできないことを山口大臣には期待をしたいと思いますが、最後に、もう時間来ました、はい、最後に決意のご答弁お願いします。はい、山口大臣。田島議員から国民の意識の転換ということも含めて、私はご指摘いただいたと思っています。まあ、ヨーロッパ等と比べて、確かに我々もう少し切迫感を持たなきゃいけないなということも感じる次第です。まあ、役所、それから民間、それから国民一人一人のそれぞれの意識転換を図る中で、まあ、ぜひ今、ご激励いただいたことを踏まえて、しっかり頑張っていきたいと思います。はい、田島君。地域と生活ですよね、キーワードは。あと国際と書いてありますけど、地域と生活なんですから。ね、大企業を相手にするだけじゃなくて、ちっちゃいけど数の多いところっていうのは数字を上げるのが難しい、当たり前の話ですよ、ロングテールですよ、そこをやってほしいんです、しっかり環境省には。だから足元の国交省、政府がこんなことやってたらね、だめですから、次回また定点観測するところまでにしっかり改善していただいていることをご期待申し上げまして、質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございます。はい、次に現場健太郎君。